どうも皆さんこんにちは、エマハシです。というわけで今回もモンスターハンターサードをやっていきたいと思います。ちょっとね、温泉クエストをやってきたんですけれども、1回目やって湯船がね変わるんですよ。なんかめちゃめちゃ透き通った感じになって、2回目もやってきたので、あーそう変わるの、なるほどっていう感じで色変わるんだね。いやこれちょっと忘れてたわ。多分最終的にはね、あの体力150になると思うんだけど、でこうやって出ると体力が120になったと。でプラスドリンククエでもう完全にもう準備万端って感じですね。あー何色なんだろう次。いやめっちゃ楽しみだ。一応次のねロアルドロスは出てるんですけれども、まあ、次普通に村クエの方でまだロアルドロス行ってないから、そっち行ってからまあこの温泉クエストはやろうかな。でね、凍土行ってきて、装備っていうか必要な素材を全部揃えてきました。 OK。 で次がは増えるね。でランパートじゃないな、あれランパート、あれランパートだっけ。いや多分ランパートだな。まあこれナルガの武器、素材、素材出てるんだ素材出てるんだね。で、ティガー。あー、なるほどね。まあ、でも、ランパートかな。あれ、ランパートだよね。多分、ランパートから次、セイバー系、セイバートゥース派生に、トゥースランスかな。トゥースランスで多分なると思うから。ドラグライとか、火山はね、ちょっと先だから、いや、強いなー、ナルガの武器。いや、さすがに切れ味がいい。まあ、でも、だいぶ先だから、とりあえず、ここで攻撃力ブーストを一回やっておこう。いや強い強い強い、15はでかい。で、防具を作る前に次は、まあ、リベンジですね。前回集会所の何、ボルボロス行ったんですけど、今回は村クエのボルボロスに行って、まあお金が足りない。さあやるぞ。もう僕は君に屈したりはしないぞ。どうかな。まあさすがに集会以上並みの攻撃力はないでしょ。 HP もね。ただ頭角を破壊するのがちょっと大変だな。オータル、またオータル爆弾忘れてきちゃったし、1個しかないよ。ちょっと1個だとちょっと壊すのは難しそう。ワールドとかアイスボーと違って倒した瞬間に V 破壊値がね溜まってれば破壊して倒すことができるから、だからオータル爆弾で殺すのはめっちゃでかい。オッケー。まあ、死んだけどね。これで防具にボロスが追加されたね。オッケー。まあこのね、頭角、頭角がね、土砂流の頭角が絶対手に入りづらいから、まあ、ここだけちょっと厳しいと思うんだけど、まあ、オータル爆弾使ってなんとかやっていきたいかな。うん、じゃあ周回しよう。そしたらやっと全部揃ったので作っていきますか。ボロスヘルムだよね。さあ、あれ剣士用、うん、ヘルムだね。オッケー、いいね、かっこいい、素晴らしい。でこれを全部作っていくと、オッケー、全部完成と。どう見た目的に。わあいいね、らしくなってきたこれぞ鉄壁ランス。まあ鉄壁ランス、ガードランスか、この当時の言い方的には。でちゃんとここら辺も強化しといて、あまだいける。いやこれで少なくともか、あー足りないだと。お金か、お金かよ。そっかお金か。で多分ねマイナスもついてると思うんだよね。あれマイナスついてない。あ、体術。体術がマイナス1になってる。うわ、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 それは致命的だな。どうしよう。あ、でも防御8なのか。まあ、攻撃も5。頑張れば、いけるな。あー、でもな、ガード性能を5にもしたいし。まあ、とりあえず、体術系のやつ。体術、体術。
あれ、体術どこだ、体術。ガード性能これで追加されたと。ボルボロスめっちゃ変わらなきゃ。まあでもね、まあとりあえず体術の部分をなくしたいよね。でもないんだよな。ないね。まだ体術系は無理そう。で、ちょっとさっき確認したんだけど、新しいのが増えてるんだよね。これ8と、これモンニャン、カシャ?カシャでいいのかな?荷車か。を、まあ、こっちは2つを、いやー、やるしかないでしょ。あー、なるほどね。で、木のね、大木の横から行くやつでしょ。そうだよね。あー、あったあったあった。わー、懐かしい。まあ、といっても、あ、蜂蜜ね。まあ、とりあえずここあれば、まあ、わざわざね、蜂蜜で会って採取するってことがなくなると思うから。あ、なんだって?土手を下って一番奥の農場の外れにモンニャン荷車が、設置されたのや。このモンニャン荷車があれば、お供をモンニャン隊としてニャンタークエストに出発させられるや。ニャンタークエストに行ったお供はいろんなアイテムを持ち帰ってくれるや。出発させるにはユグモポイントが必要だけど、きっとそうにはならないや。それと出発してるお供はクエストに連れて行けないや。あんたがクエストに行って戻ってくる頃には多分帰ってきてやるや。優秀なお供ほどたくさん報酬を持って帰ってきてくれるはずや。一度に4匹まで出発させられるから、お供はたくさん育てておいた方が得や。荷車の近くにある看板の前で四角ボタンを押せば使えるや。もっと詳しい使い方が説明方が聞きたかったら、またおいらに話しかけてくれや。で、蜂蜜かな。この土手の手前にある土手を下ってすぐ左側に蜂の巣箱が設置されてるや。まあこれはまあね、なんだろう、今までねシリーズやってきた人だったら分かると思うけど、普通に今までのまあ虫とか魚と一緒で採取すれば蜂蜜が取れますよと。で、もう一つ、さっき確認したらね、まあスキルポイントが溜まってたわけよ。で、レオニダスには、まあ、キジプへの術で今はいいかなっていうね。で、これで2つ埋まったから残り4枠の部分をまあまだつけられるんだけど、まあ後々これは消せることもできるから、まあ新キジプへの術が来たら交代かな。で、2番雷帝には回復部への術でいいかな。 OK。 まあここら辺もあるけど、まあ忘れさせるってさ、普通にノーリスクでもらえるのかな。ノーコストっぽいな。ノーコストでいけるんだったら、まあ、防御強化させておいてこんなもんか。こんなもんだね。さあ、これがドスフロギーだね。といってもまあドスジャギーとねさほど変わらない。ただドスジャギーのモーションに、まあ、この毒の攻撃が新しく加わったよぐらいだから、別に全然強くはないんだよね。さあ逃げろ、ゾアロッポス君。さあ逃げるんだ。あ、頑張って、頑張って。あー、息絶えちゃった。あー、お疲れ。お疲れね。演技お疲れ。あ、ちなみに、今のね、私、M 橋、まあ、動画に全く関係ないんですけれども、いや、関係ある?ちょっとある?眼帯つけてるんですよ。いや、中二病こじらせたとかそういうわけじゃないんですよ。ただね、朝起きたらね、なんかまあ、目がまあ殴られたみたいになっててさ、たぶん物もらいだとは思うんだけど、まあ、だから今、ずーっとまあ、片目眼帯つけてるんですけど、眼帯が売ってなかった。眼帯が貼るタイプので、ね、今、眼、あー、弱い、弱いよ、君たち。回復一回も使わなかったし。お前らもハーレム作りやがって、スポンジボムが。もう、俺はさ、すげえ、痛いわけじゃないけど、右目、眼帯つけてさ、伊達バスの上になってるっていうのに。お前はハーレム築きやがってよ、羨ましいじゃねえか。まあ、ドスジャギーみたいな感じかな?ワールドで言う。頭よりも確かこのスポンジの方が肉質柔らかかったけどさ。まあ、可愛いよね。こう見るとね。よし、行こう。
まあ、ルドロフたちはやってるうちに勝手に知ると思うから。で、方向はない。覚えてる覚えてる。あら、頭の方がやる。うわっ、この BGM。これ2段判定だった気がする。気のせい。これさ、孤島の BGM だっけ。あー、びっくりした。え、なにそれ。そんな水あったっけ。覚えてないよ。OK、1体。2体。突進？あー、それかそれか。懐かしい、懐かしい、懐かしい。で、くるって回転しない。で、そこに鉱石があって、で、ここには釣り場があって、いや、覚えてるものだな。硬。いや、早く、あの、緑ゲージ長い武器欲しい。ランパートに入れば、長くなると思うんだよね。まあ、ランパートもう一回作って、ランパートっていうか、今の派生もう一回作って、ヒドゥンランスを作るのもありだと思うけど。あー、いいね。ノックバックないって素晴らしいよ。なんかやっとランスが始まった感じがする。ちょっとトイレで飛びつかないで、飛びつかないで、飛びつかないで。あー、なアトラクション。あ、初のお仕事、ナイス。イヴァンライテ、初めて仕事したよ、イヴァンライテ。座りは間違いない。死なないでね。オッケー、ナイス。あんま強くなかった。あとはウルクススだけだね。ウルクススもね、別にそんな強くないんだよな。あ、そうだそうだ、上からね、シュイーって滑ってくるんだ。あ、来た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 。普段行けないところ、こういう技使ってくればいいのにっていうね。一回ここ来ちゃったら降りられないから、登れないからさ。ここだけスタイリッシュに見えるけど。 OK やろう。まあ、ペイントボールはいらないよ、君。飛ばないから。で、耳が壊せるから、耳だけちょっと狙っていこうかな。あ、これ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 。これめくられるとき多いから当たらないのかい。相変わらず、ケツ柔らかいね。で、シュパって。覚えてる。あ、でも当てられない。怒った怒った。で、これはちょっと下がって OK。 いや、ちょっと思ったよりもずれるね。あ、攻撃やめられた。あ、で、くる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 、来ない。あ、雪だるま作ろう。 OK。 あ、いいんじゃない、いけるんじゃない。ダメ。おほー、スリル満点。危ない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 、来るやつは来るやつは。危ない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 、もう一回。来ない。 OK。 怒る？怒んないんだ。てっきりヤンクックみたいに怒るのかと思ってた。 OK、 ナイス。いや、めっちゃ簡単だったわ。回復一回も使わなかった。さあ、終わったぞー。こんにちは、ハンター様。今日はあなたを見込んでお願いがありますのよ。あら、嫌だわ。そんなに身構えなくてもいいじゃありませんか。前の陣容画のあれなのかな。引きずってんのかな、ハンターは。私、そんな無茶なお願いをしたことはないと思っておりますのに。お願いというのはね、リオレイヤーをご存知かしら。陸の女王と呼ばれる有名な飛竜よ。渓流に現れたこの子をぜひ退治していただきたいの。もちろん、とても強力なモンスターだということは存じておりますのよ。でも、きっとあなたなら大丈夫だと思いますの。私、信じておりますわ。はい、というわけで、次回は、まあ、緊急の、これ、リオレイヤーですね。まあ、そんな強くないでしょ。サマーソルトだけ気をつけてればいいし、もうガード性能も1手に入れだから、もう、大丈夫。ランサー始まる。やっとランサー始まる。というわけで、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。